入った入った。さてと、突然呼び出して悪いな。いえ。崎山はまだ復帰してから間もないだろう。一度じっくりと話をしてみたいと思ってたんだ。今日も顔色があまり良くないが、体調の方は大丈夫か？はい。昨日は少し寝つきが悪くて、それで。そうか。それなら何か不安に思ってることとか？不安？そう。つまり寝つきが悪くなる原因が何かあるんじゃないのかってこと。何かあったとしてもだ。今ここでそれを話せって言ってるんじゃないよ。ただできるだけ体を休めた方がいい。悩んでる時はそれがなかなか難しいんだけどね。疲れてる時にあれこれ考えてもいい結果なんか出ないから。疲れた。今日は天気いいんだよな。こんな日はさ、サボっちゃいたくなるよな、崎山。たまにはサボっちゃえば。勉強勉強って、それじゃ息が詰まっちゃうからね。こういう日は公園を散歩するのも悪くない。ああ、俺も公園に行きたいな。どうする？もし崎山がそういう気分なら、先生は内緒にしておいてあげるよ。自然の流れに身を任せるということはとても大切だ。無理にねじ曲げちゃいけない。いえ、大丈夫です。本当に？はい。そうか。わかった。それじゃあ、何かあったらいつでも相談してくれ。はい。引き止めて悪かったな。俺は鍵閉めてから戻るから先行っていいよ。あと貴重な昼休みを潰しちゃったからね。もし何だったら5軒目が終わったら俺のところにおいで。こっそり何か食わせてやるよ。失礼します。ん？
ゴミは？どうすんだよ。遅い。お待たせしてしまってすみません。さあどうぞ。さあ買うぞ。何買おうかな。どれにしようかな。今さ、カーディガンが欲しくってさ。今ですか？そ、あー、これとかいいよね。これから暑くなりますが。うん、だからカーディガンを買うのは夏が終わってからの方が。うるさいな。
俺が今欲しいと思ったからいいんだよ。